兵庫県姫路総合庁舎中張馬県民センターは日本の都道府県の一つ兵庫県が設置している出先機関である。所在地は姫路市の兵庫県姫路総合庁舎で神崎郡福崎町に福崎庁舎を設置している。前身組織として1942年に設置された神職地方事務所が認められる。神崎郡と鹿間郡を管轄した同事務所は 1975年に西リマ地域の他の3地方事務所と統合される形で西リマ県民局となった。2000年は県民局の数を6局から10局に増設する県民局設置条例の改正が行われ、2001年4月1日に従来の西リマ県民局管轄地域を西リマ・中リマに分割し、 分割前の西張間県民局が置かれていた姫路総合庁舎に中張間県民局が新設された。2006年3月27日、西張間県民局の管内に含まれていた旧市総に安富町がこの日をもって姫路市へ編入されたため、両県民局間での境界変更が行われ、旧庁域が中張間県民局の管轄下となった。2013年、 兵庫県は中張間県民局と阪神、南県民局の2局について、館内の中核市に大半の権限が異常されていることを理由に廃止し、近接する県民局へ統合して8局体制とする再編案を発表した。この案では中張間県民局は西張間県民局と再統合される予定であったが、県議会や両県民局の管轄区域に含まれる。 市長議会で廃止案に対する反発が相次いだことと中核市であるヶ崎市、西宮市、姫路市以上に多くの権限が県から移譲されている神戸市を管轄する神戸県民局が廃止対象にならないのはおかしいとの批判を受けて神戸を含む3県民局の規模を縮小し県民センターに改組する方針へ修正され2014年4月1日に 中ハリマ県民センターが発足した、兵庫県,県県民局及び県民センターの管轄区域図。点線は、旧、摂津国、丹波国、ハリマ国、田島国、淡路国、備前国、三正国,国の国境。 1. 神戸県民センター2。阪神南県民センター3。阪神北県民局4。東張間県民局5。北張間県民局6。中張間県民センター7。西張間県民局8。田島県民局9。丹波県民局10。淡路県民局健康福祉事務所は、他の都道府県における保健所に相当する。 センターの発足に伴い西張馬県民局から光と農林水産振興事務所、高度土木事務所の業務が異常、統合されている。ありがとうございます。